ゲットキャンペーン特別会、それってゲーム内の宝箱を開けて大当たりが出たら、はい、あの特別なカードをゲットできるっていうあのキャンペーンですよね。はい、その通りです。頑張れジェンズ5弾でこのキャンペーンをやって、うん、もう大盛り上がりだったじゃないですか、うんうんうん、そのキャンペーンがなんとシンクロマイス3章でまた再び帰ってきます。やったー。100円ごとに抽選に挑戦できるじゃないですか、うんうん、でさらに特別なカードはランダムで2枚ゲットできるっていうのがね、はい、最高じゃん。いやこれ最高だよね、はい、豪華、まあ、前回もね黒金スパナだったりとか、うんうん、あとはねスーパーインフルエンサークラマネオとかね、うんうん、素敵なカードがあったじゃないですか、うんうん、ということで今回の気になるラインナップはこちらです。おー、はい、こちらの4枚になっております。おー、ただですねこちらの、うん、このオーズのねカードですね、器と欲望と始まりのメダルに関してはこちら配布になっております。おお、はい、配布ゲットできちゃうんですね。じゃあそうなんです、こちらのカードですよ、うん、もう特別感に溢れてますよね。すごい、かっこいい。このね構図といい、さあ衣装といい、めちゃくちゃかっこいいよね。ねえ、メダルがね散ってる感じとか、うんうん、あとこの衣装ね、エイジの衣装はだいぶ序盤の時の衣装じゃないですか、きっと覚えてる人も多いと思うんですけど、とアンクっていうね、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、今二人の登場もいいし、はい、うん、これが無料で配布でもらえちゃうんですよ。やばくない、すごいよね、欲しい。さらにこちらですよ、私のルールは私が決める。え、制服ですよね。制服ってことはだって初変身。そういうことだよね。嬉しい。はい、素晴らしいですよ。もうかわいい。これはゲットしたい、ゲットしたいですね。さらに名国の三姉妹。出ました。三人揃ってますね。私この三人の表情ね、この表情好きなんですよ。うんうん、さらにサイドバッシャーです。みんなびっくりするよね。え、これはもう。草加正人っていう名前のカードじゃないんですかっていう、サイドバッシャーなの、ね、っていうカードっていう、洗車してる、はい、このシーンあったよね、うん、あったって感じ、うん、このシーンがね、しかもちゃんと後ろにタックもいますよ。草加の目キラッとしてるし、なんかサイドバッシャーの手入れができることに喜びを感じて、うん、もう笑顔になってしまってるやん、うんうんうん、何これめちゃくちゃ良くない、欲しい。これも欲しいよね、うん、一旦こちらでサポートカードの紹介は以上なんですが、はい、今回なんとライダーカードも登場します。おー、すげー、もうやったことですね、ね、まあ、なかったのに、そうなんです。ということでこちらです、仮面ライダーギャレンです。おー、ギャレン。これ分かります？私もうあの好きすぎて何話かすらも覚えてるんですけど、47話ですよ。おー、すごい、47話。ギラファアンデッド戦、はいはいはい、この距離ならバリア張れないなのやつですよ、うん、いい、はい、いい、最後封印しようとしたらカードが海に落ちてしまって、ギラファアンデッドと一緒に海に落ちるっていうその直前のシーンがなんとまさかのカードになりました。あー嬉しい。大興奮ね、みんな大興奮だよね、これはね。嬉しいよね。しかもこれ面割れしてるんですよ。面割れしてるイラストってなかなかきっとなんかカードになることってないじゃないですか、うん、確かに。だからこれはもうギャレンファン大歓喜だと思いますよ。今回ね、このカードのデザインだけじゃなくってアビリティ強いんです。おお、はい、一旦ねちょっと読み上げますね。まずリーダーアビリティ、うん、チームに10アイコンを持つライダーが3体以上いる場合、10アイコンを持つライダーの防御必殺が大アップということで、素晴らしい、大アップ。10アイコンのフィニッシャーさすがですね、このリーダーアビリティ、うん、そしてライダーアビリティで自分の攻撃開始時チームのフィニッシャーの攻撃がアップ、さらに自分チームの必殺技発動時次のラウンドまで相手チームの全体の防御を大ダウンということで、うわ、めちゃくちゃ強い、強いね、大アップするし相手も大ダウンするし、めっちゃ強いじゃん、はい、自分の攻撃も必殺もアップしつつ、うん、防御も下げちゃうよっていう、うん、使いたい。めちゃくちゃ強いですよ。これでバトルに行きましょうみたいな流れだと思うんですけど、はい、皆さんにちょっと見ていただきたいものがあるんです、はい、とりあえずこちらをどうぞ。ケミーショー、選択肢は2つだけ、さあ
決断の時だ。俺に全てを任せるか、お前が未来をつかむか。ぶっつけ本番でいくぞ。今だ。この力は新たな未来のために。ふっはーやー言ったはずだ。今のお前では勝てないけど、勝負はここからだ。さあ油断するな。本気で行くぞ。はーふっはー。未来を変えるにはお前自身が変わるしかない。チャンスだ。一気に叩くぞ。これできっと新たな未来に。一気に決める。お前の選択肢は二つだけ。人々を解放するか、俺に倒されるか。容赦はしない。お前なら掴めるはずだ、最高のガッチャを。言っても過言ではない、うん、こちらが参戦してくれるんですよ。で今 PV 見ていただいて分かった通り、うん、映像綺麗じゃなかったですか、うんうん、すごかった。それが使えちゃうんですよ。興奮、うん、あ使いたい使いたい使いたい。ということでね、改めてちょっとカードデザイン皆さんに見ていただきたいんですが、この燃えている、うん、もうさすが暁のガッチャードというデザインですよ。かっこよすぎない？輝いてる、かっこいい。赤って感じだね、うん、燃えてる。なんかちょっと下を向いてる感じがデイブレイクっぽいっていうか、うん、こうガッチャードって結構上を向いてる構図が多いんだけど、こうちょっと下を向いてるっていうか、ね、安入さというか、さすがですね、うん、このカードもデザインだけじゃないですよ。ということでリーダーアビリティ読んでいきます、うん、自分の攻撃がダイアップ、必殺がアップ、さらにチームにパンチアイコンを持つライダーが3体以上いる場合、チーム全体の攻撃がダイアップ。でライダーアビリティです。合計スピードが7以上の時、自分のチームのシンクロゲージが少しアップ。さらに先行の時、チーム全体の防御がアップということで。おー、すごくないですか？心強い。攻撃力高いし、シンクロもアップしてくれるし、うん、防御もアップしてくれるしっていう。上げ上げ上げですよ。はい、しかもこうアタッカーなのでスピードももちろんありますよ。スピード4もありますのでね。組み合わせて7以上にすればシンクロゲージもアップできますので、はい、本当に使いやすいカードになっております。ということで今回はこのスペシャルカードパックゲットキャンペーンのカードを使ってバトルしていきたいと思います。それでは早速やりゴーパパに。ではバトルしていきますよ。私のリーダーのカードはこちらです。仮面ライダーファイヤーガッチャドデイブリックディーブホッパー。いや楽しみですね。お願いしますよ。カードレンタルをカードスキャン成功。タッチ操作でライダーを変身させよう。矢印をなぞれ。ケミー発動。やばいですね。そして仮面ライダーレインボーガチャド、サポートカードをサポートカードエリアにセットしてみよう。仮面ライダーファイヤーガチャドスチームホッパー。カードを持っていない時のバトルへをタッチ。仮面ライダーガチャドスチームホッパー。サポートするぜ。そしてイベントのカードですね。一話と横と始まりのメダル。準備ができたらバトルへ。ポータローデッキですね。今回は勝てる勝てるぞ。はい、続いて私のデッキはこのようになっております。ギャレンがリーダーになってます。じゃあ早速バトルしてみましょう。僕たちレジェンドライダーズに勝てるかな。負けないぞ。何だって大太郎が揃ってるからな。絶対に負けないぞ。ラウンド1。アビリティ発動、うんうん、サポート発動。
いいですね。効果がありがとう。必殺もアップ。いやいいな。サポートパス。よし。おやおや。いやでも負ける気しないな。すごい。ファイヤーガッチャード。やっぱ PV で見るより間近で見てるとすごいな、迫力が。すごいぞ。やばい。よっしゃ。いけ。味方の心強さ。いいよ。いいね、重デッキ。こっちもいいよ。おお。来てるよ、重デッキ。そう、スピードだね。おっ、よっしゃ。いや、まだいける、まだいける。なかなかいいメンバーですね、そっちもね。いいよ、耐えてる耐えてる耐えてる。うえ、結構いったね、ダメージ。おお、ここはなんだろうな。お、来るか。よしよし、やめて。うわ、来たさあ、幸先いいぞ。だいぶダメージ当たられるんじゃない？おからだ。おお。この取り消しはなかなかないぞ。いいね。まあでも敵だからね。今回はね。いけますよ。君の攻撃。さあ、行くぞ。待って。はい。はい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 。行くぞ。いいね。待って。すごい。ラウンドローだらけだ。アビリティ発動。アビリティ発動。サポート発動。いいね。すごい。すごい、令和ライダー。必殺がキラキラ感が違うな、なんか。サポート発動。キラキラ感が違うな、なんか光り方がやっぱり輝いてますからね、こっちはね。頑張ってみる。こっちは重厚感でやらせてもらってるんで。よっしゃ。重厚感ね。ガガ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 。頼むよ、頼むよ、やだよ。はい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 。いやでもね、うっすー、君の攻撃。いいじゃん。行くぞ、行くぞ。いいね、先制攻撃。え？おおお。行くぞ。で、食べちゃう。さあ。はい。はい。行くぞ。矢印をなぞれば。はい。パーフェクト。アメージング。レジェンドアビリティチャンス。まあね、ここはね、もちろんこれでいきますよ。俺に任せろ。もうね、見たい見たい。さあ、どうして、えぇー、どうして、え、キラキラだわ。キラキラ。相手の攻撃すごいわ。あー、どうなる。いくぜ、いくだ。おっと、まだ大丈夫、まだ大丈夫。あれ、うん、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いやー、どうしよっかなちょっとどうしようかな。ライダーストレッチよ。あー、あー、目障りだ。体力復活させてもらいますよ。おっとっと、面白い。復活しちゃうんですか。よう、わあ、だいぶだいぶ回復したぞ。結構回復したな。これで働くか。
差が来たとしても耐えれるんじゃないかな。まだサポート発動。まだライダー出撃。よし行こう、行くぞ。スロットチャージ、いきますよ。いや頼もしい、いきますよ。味方にいるっていう、頑張りましょうね。頼もしいぞ、行くぞ。サポート増えろ。いや、いい、よし、ここ大事。ほい、いった。うん、おお、うん、やばいよこれは。いやー、ほらスピードはもうね、はい、君の攻撃。そうですね、スピードはね、うん、ニクロゲージアップ、攻撃は。いやー、さっきライダースクールやったので、うん、そこがね、立てるとまだ体力ね、結構多いので、矢印を回せ、強く耐えてくれると思うんだけどな。あっ、ウェイト、行くぞ。まあ、だ矢印をなぞれ、パーフェクト、はい、パーフェクト、うん、必殺技チャンス、はい、来ました。必殺技もね、もちろん、ライダーをもちろん、そりゃそうでしょ。必殺技バニョン、地操作で必殺技を決める、矢印をなぞれ、もう一回、すごっ、やば、かっこいい、頭抱えちゃいますよ、このかっこよさ。燃えてたー、やばー、モデルがすごい丁寧、やばー、めっちゃすごい動きしてたけど、やばー、興奮ですね。もうね、負けませんね、橘さん、いっちゃいますよ。あれ待ってくれ、待って、頑張りましょうね一緒に来る、来るぞ、頼む、頼む、行ける説明だー、やばい、超素敵、やったー、はい、行くぞ、はい、矢印をなぞれ、はいはい、アメージン、やったもう一回見れる、もう一回見れる、いますよ、もう一回、
勝利だ。ガチャ。つかめるはずだ。最高のガチャを。バンマリン。仮面ライダーファイヤーガチャのデイブレイクスチームホッパー最高。最高。よかったよ。いやー、ちょっと途中ね、負けちゃうかもと思ったんですけど、やってくれました。いや、すごすぎる。誰ですか、あのモデル作った。感謝状送りたいんですけど、もうずっとキラッキラ輝いてましたし、メラメラ燃えてましたし、ね、やばいですよ、あれは。もちろんね、かっこいい姿だったけど、ボイスもね、ショート収録でめちゃくちゃかっこよかったよね。はい、カードも演出も最高で、はい、もうよりね、こう見た人ゲットしたいと思ったと思うんですけど、うん、キャンペーンは一体いつから始まるんですか？はい、気になってますよね。はい、こちらのスペシャルカードパックゲットキャンペーンは8月12日からスタートいたします。そしてこのスペシャルカードパックゲットキャンペーンとともに、器と欲望と始まりのメダルのこちらのカードがもらえるキャンペーンも始まります。こちらが無料でもらえるチャンスなので、8月12日からですよ、忘れずにゲットしてください。そして改めてスペシャルカードパックゲットキャンペーンの詳細をお伝えいたします。ゲームプレイ後に出現する宝箱を開けて大当たりが出ると、特別なカードが2枚入ったスペシャルカードパックをゲットすることができます。こちらもなくなり次第終了のキャンペーンとなっておりますので、ぜひお早めにガッチャしてください。そして初出し情報です。夏休み特別 SNS キャンペーンを開催します。今回もサイン入りカードを皆さんにプレゼントするんですが、はい、誰のだと思いますか？このタイミングで、まさかこちらの仮面ライダーファイヤーガッチャードデイブレイクスチームホッパーをプレゼントいたします。わー、すげー。やったよー。はい、出サインやば。はい、見ての通りこちらに演じられておりますダイゴさんのサインが入っております。豪華すぎない？豪華。めちゃくちゃ豪華だよね。応募方法はガンバレジェンズ公式 X をフォロー&当該ポストをリポスト、前半と後半で3名様ずつ合計6名様に当たるキャンペーンとなっております。前半戦は8月8日18時から8月17日まで、後半戦は8月18日から8月25日までとなっております。1週目はなんとこの後18時からの開催となっておりますので、ぜひこの機会にフォロー&リポストお願いします。そしてそしてさらに新情報です。暁のサマーバトルパスを開催します。今回特別なプロフィールパーツがもらえます。それがこちらです。おー、すごいかっこいい。はい、この背景とかポーズももらえるんですか？そうなんです。はい、やってほしい。開催期間は8月12日から8月31日までとなっております。さらにさらに初出し情報です。プレイヤーレベル経験値とシンクロレベル経験値の両方の経験値が倍増する経験値倍増キャンペーンを開催します。じゃあこれを機にライダーライセンスカードを作って経験値を上げていきたいよね。はい、爆上げしちゃってください。開催期間は8月12日から21日までとなっております。夏休みも頑張れてた。仮面ライダーバトルガンバレジェンズシンクロ枚数3章は全国のアミューズメント施設などで好評稼働中。テレビシリーズ仮面ライダーガッチャードはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時より放送中。映画仮面ライダーガッチャードザ・フューチャーデイブレイクは全国の映画館で公開中。今日の動画はモニちゃんとイデニーとナエマネがお送りしました。頑張れデズが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。